では準備が整いましたので出場選手の皆様からそれぞれ明日に向けて意気込みをいただきたいと思いますまずはオープニングファイトに出場いたします大久保瑠衣選手お願いいたしますこんにちは K-1 ジムルフの大久保瑠衣です、えー、明日は自分が練習してきたことを全部出して自分のために勝って、えー、K-1 の選手に いいワとつなげられるように頑張ります、えー、応援よろしくお願いしますありがとうございますそれでは対する那須川隆人選手お願いいたします、えー、那須川隆人です、えー、そうですね <laughs> そうですねナスカと立って、ねはい。すね、<ろ>あの明日はこういうザマ,ザマッチという大きな舞台なので最高に楽しんで勝とうと思ってるんで応援よろしくお願いします ありがとうございます。続いて第一試合に出場いたします。金子明弘選手お願いいたします。ああ <coughs>、えー、明日、えー、第一試合なんで、まあ東京ドームにこう金子という衝撃を見せればいいかなって思ってますます。ありがとうございます。対します鈴木雅彦選手お願いいたします。 はい、えー、っと、ランズライズバンタム教授の鈴木雅彦です。えっと、まず、本当にこの大会に関わってくださる皆様に、まあ、感謝しています。それと、明日は第一試合、本戦第一試合なんで。まあ、求められていることも分かっているんで、しっかり盛り上げて。最高のスタートを切りたいと思っています。ありがとうございます。続いて、第二試合に出場の久村正志選手、よろしくお願いいたします。 木村正志です。と明日はまあ第2試合なんで、まし、あ、ょっぱなから会場を爆発させて、まあ、後の試合が面白くなくなってしまうんじゃないかってぐらい盛り上げようと思ってます。ありがとうございます。対します。史郎選手お願いいたします。えー、bl 所属の白です。まあ、そうですね。まあ、試合順にあんまりま納得してないですけど、まあ55キロ。 イコール白っていうまあ存在になりれ,ればいいと思うのでまあ、明日はインパクトある勝ち方をしたいと思いますありがとうございます続いて第3試合に出場のリアム選手お願いいたしますリアムですま軽、あ、量もクリアしてまあ、いよいよ明日だなって感じですまあ、明日は東京ドームでしっかり勝つところを見せたいと思いますありがとうございます 対しますエバタムツキ選手、えー、立ち上がっていただけますと最悪最えですよろしくお願いします。はい、えー、新入キックボクシングエバタムツキです、えー。そうですね楽しみにしていた東京ドーム、うん、ついに明日になりました、えー。歴史が変わる大会になると思っています。えー、僕自身も、えー、そういう自覚を持って戦うつもりです。明日は楽しみにしていてください。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて第四試合出場の黒田ト真選手お願いいたします。 こんにちは黒田東真です、えー、まずここまでまず僕のことをずっと応援してくれた皆さんとまあ、K-1 ファンの皆さんありがとうございます、えー、明日は、えー、53キロは K-1 が一番強いってところを僕がしっかり証明しますありがとうございます対します風根選手お願いいたします立ち上がっていただけますか チームてっぺん重ねです。えっ、ー、と、ここまでの期間はえっ、ー、とチームライズとしてしっかり作り上げてきたんですけど、ここから先はあまあ僕個人の強さを見せる戦,戦いなんで、明日しっかりいつも通りやってしっかり勝って証明したいと思います。ありがとうございます。続いて第5試合出場の中島千尋選手お願いします、えー。こんにちは。パワードリームの中島千尋です。 えー、明日はクラッシュチャンピオンとしても、えー、強さを見せるというのもそうなんですが、えー、パワーオブドリームの素晴らしい先輩方に引けを取らないような、えー、しっかりした戦いをして、えー、皆さんに、えー、中島千尋という存在を知ってもらいたいです、えー、明日よろしくお願いしますありがとうございます対します笠原裕樹選手お願いいたします、えー、こんにちはシュートボクシングの笠原裕樹です えっと今回大舞台に出させていただいて関係者の皆様ありがとうございますえっ、ー、としっかり対策もしてバッチリ仕上がってきたんでしっかり倒してえっ、ー、とまたセミのカイト選手につなげられたらなと思います応援よろしくお願いしますありがとうございます続いて第六試合に出場のマハムードサッタリ選手お願いいたします、えー、通訳の方入ります。Hello everybody. That's a good feeling that I want to fight tomorrow. And I'm so happy for this chance and I wanna show the good performance to the fans of the sport of the kickboxing. So thank you for support and I will do my best. このこの場を借りしてまずあの応援してくださっているキックボクシングのファンの皆さんですねにお礼を申し上げたいと思います明日は最高のパフォーマンスを見せて頑張りたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございます対します内田悠太選手お願いいたします内田悠太ですえとすごく明日の試合早くしたいぐらい楽しみなんでまあ皆さんもあの見ていただける人たちにすごい楽しんでもらえたらなと思います明日よろしくお願いしますありがとうございます。 続いて第7試合出場のシナ・カリミアン選手、お願いいたします。 え皆さんこんにちは。えー、今回えこの大会に出ることができて本当に嬉しく思ってます。えー、で皆さんあのご存知の通り今回の大会はまあ K1 ライジンライズそのような団体を通してという意味ではなくて、まあ格闘技全体にとって素晴らしいイベントだと思ってます。格闘技のこれからの未来に向けて素晴らしいイベントになることをえ願っております。明日ぜひ応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。対します山下力也選手お願いいたします。おっ、えー、同親会館山下力也です。 えー、明日は下馬評を覆す KO で勝ちたいと思いますよろしくお願いしますオスありがとうございます続いて第8試合に出場の和島博美選手お願いいたします月進会チーム侍の和島博美です明日は、えー、僕がオス,オスするんでよろしくお願いします <laughs> 近いですねありがとうございます対しますブラックパンサーベイノア選手お願いいたします オス板橋くなりますから来ましたブラックファンサーベイナーです近いですよね <laughs> いやあのーまあ、本当にそうですねまあひろみさんがオスするって言ってましたけど僕がしっかり勝ってドームの中心でオスを叫びたいと思います、まあ、ちょっと席の関係上すごいなんか系側に僕入り込んじゃってますけどなんかあのー、しっかりチームライズの一員として勝ってメインのナス天に いい状態でつなげたいと思います。お、ありがとうございます。それでは続いて質疑応答です。ご質問のございます方、5倍体名、お名前をおっしゃっていただき挙手の上お願いいたします。お時間の都合上、全選手に対する質問はご遠慮ください。これが選手にお話伺える最後の機会となります。皆様いかがでしょうか。はい、マイク向かいます。 音楽とすえー、と鈴木選手と金子選手、風、え、間、ー、選手と黒田選手をお聞きしたいんですけども、えー、と4人がさっきロードのフェースオフで、一番、えー、激しいにらめをされたと思うんですが、その時の、えー、相手を見た心境などをそれでは第一試合の金子明宏選手からよろしいでしょうか。まあそううですねいつもこう 相手と向かい合ったときに、まあ、軽量なんでこうどんな感じかのも伝わってくるし、まあ、それも含めて、えー明日のまあしたの試合で倒すっていうのを自分の中でこう考えて見てました、ね、対します、鈴木雅彦選手いかかがででしょうかそうそすね特に、まあ、何も考えてはないんですけど、まあ、相手もし,しっかり気合入ってると思ったんで。 いい試合になるなと思いましたね。ありがとうございます。続いて第4試合ですね。黒田斗真選手いかがでしょうか。はい、まあ、僕もそんなに特に考えてはなかったんですけど。まあ、向かい合った時に。まあ、しっかり。相手の選手も仕上がってきてたんで、まあ、明日がすごく楽しみになりました。ありがとうございます。対戦相手の風音選手心境ですね。えっと、いや、別に特に僕もないんですけど。まあ、別に、あの。 いつも通りやってあのーまあ、重ねを知らない人に分からしちゃおうかなっていう気持ちがこう出たんじゃないかなと思います。ありがとうございます。さあ続いてご質問ございますでしょうか。いかがでしょう。いかがでしょうか。はいマイク向かいます。 フリーライターの橋本です龍司選手に質問なんですけれども、えまあ、今回、えー、大会のオープニング、しょっぱなということで、えー、メインのお兄さんにつなげたいっていう意味でもいい勝ち方をしたいみたいな気持ちはありますか立っていただけますか、はい、ありがとうございます,そう,ですそうですね、えーそう、つなげるっていうのもありますしそうです、今後の僕の、なんていうんだろうな、やっぱこの試合で天心はキックボクシングを引退するので。 僕の存在、そういう存在を証明したいです。はい。ありがとうございます。さて続いてございますでしょうか。いかがでしょうか。これは最後の機会となります。どうでしょう。ありがとうございました。ありがとうございます。第二部は以上となります。続いてこの後第三部に続きますが準備が整いますまで今しばらくお待ちください。 よろしいでしょうか皆さんよろしいですねありがとうございました第二部はここで終了とさせていただきます一旦皆様ご講談ください